ステイのお願いは絶対。ステイからの要求に隙図も強気に出る。煽りとマックスのメンバーはやっぱりあの男だった。カムバ期間での音楽番組の佐野くんは、アーティストとファンが密にコミュニケーションを取れるため、K-POP ファンなら一度は行ってみたい現場。ファン差をもらえるチャンスでもあるため、ステイは気づいてもらいたい一心で隙図に向かって叫びまくります。エイトのカムバ期の事前収録にて、なんとステイが、脱いで脱いで、と隙図にお願いする映像が出回りました。ナイスなステイがいるもんだ。キッズたちの脱いでと言われた反応をまとめてみました。アイエンは、なんでしきりに脱がそうとするのと逆質問。服をまくり上げ腹筋を見せるようなジェスチャーをするのですが、中にもう1枚洋服を着ており、簡単には腹筋を見せてくれません。アイエンが質問する横で、なんとチャンビンは着ていたジャケットを脱いでムッキムキの体を披露したのです。さすが筋トレをしているだけあって体がザ・ナムジャ。ムキムキの体にステイからの黄色い歓声も止まりません。一方のリノは口を尖らせて拒否。そしてさすが天使のフィリックス。ステイのお願いを叶えてあげようと脱ごうとするのですが、衣装の作り上脱げるところがなく断念。ハンは上着が短かったため、手を振った時に意図せずお腹がコロリ。ステイが騒いでいると、おとなしく観覧しなさいと恥ずかしさを紛らわそうとステイに喝を入れます。そんなハンの腹筋をステイ以上に見たがっていたのはリノ。後ろでこっそりと覗こうとしていました。ちゃっかりステイのお願いに便乗してて可愛すぎる。ステイからのお願いは何でも聞いてくれるスキズですが、マンネからもあるお願いが。アイエンがライブ配信中、ステイからボーイズプラネット見てるという質問が送られました。アイエンはこの質問に対して、僕たちの曲をやってくれたのは全部見ました。本当に上手でした。本当に難しい曲なのですが、と先輩らしく後輩を褒めていました。ですがこの後アイエンの嫉妬スイッチがオンに。ステイたちも見てるわけじゃないよね、見てないよね、とアイエンから圧のかかった質問が。さらに見たらダメだよと嫉妬心丸出しでステイにお願いをします。その時のメガネを外して髪をかき上げる仕草がかっこよすぎる。ですがその後、一回見てみてください、どうなるのか試してみようと強気に出ます。この言葉を聞いたステイはアイエンに、怒ってると質問を投げかけると、怒ってませんと否定します。ですが僕はそれを見てるステイのことを考えると、あの歌詞が頭に浮かびますね。僕たちの歌の中に X って曲があるんですけど、その2番の歌詞が1番に思い浮かびますと一言。アイエンが頭に浮かんだ歌詞は、実は君と付き合っていた間他の人も目に入ったのが僕の罪という部分の歌詞なんです。これを聞いたステイは、家にの嫉妬なんて尊すぎる、やきもち家に可愛いとアイエンの嫉妬心丸出しに悶絶。嫉妬心丸出しのアイエンセクシーすぎて、もはやアギパンじゃなくてアダルトパン。序列1位のマンネの言うことは絶対なので、ステイが他のアイドルに目移りするなんて選択肢はそもそもないのです。嫉妬心丸出しなアイエンに対して、ステイを煽りまくって愛情表現をする。少しおかしなリノ。リノはいろいろな方法でステイを煽りまくるのですが、月曜日はリノが一番煽りたくなる日。ライブ配信中、今日が月曜日だと分かると、いい朝だねと煽り気味に一言。配信の最後に一人一言ずつ言う場面でも、皆さん楽しい月曜日ですよ、皆さんは出勤して学校行って、ははは、と煽りとマックスで最後の言葉を締めくくります。これには思わずチャンビンも、悪い人だねと横から突っ込み。また別の日のライブ配信でも、明日も平日だっけ、金曜日も平日、2日も出勤しないといけないですね、相棒ファイティンと相変わらずの煽り具合。ステイからの、リノコで読まなかったら私と付き合うというコメントもすぐに拾い、あらら読んでしまったねと満足そうなリノ。ですが最後には、ステイとこうやって遊ぶのが一番楽しいんだよとなんだかんだ言って、ステイのことが大好きなリノ。ステイを煽りまくっているリノですが、煽りすぎてとうとうステイから喧嘩を売られてしまいます。チクチクブームの音楽番組の佐野区での出来事。メンバーがスタンバイしていると、ステイが突然リノパボーと叫び、何を言われても微動だにしないリノが少し驚いた顔でステイを見つめます。また別日のジャムの佐野区では、メンバー全員がステージに上がりスタンバイしようとすると、突然ステイがイリノパボーと再び叫びます。それを聞いたリノは、なんだと言わんばかりの表情でオラオラとステイの方へ詰め寄ります。
するとすかさずスンミンがステイに対して1、2、3とカウントダウンをし、それに合わせてステイがもう一度イリノパボと叫びます。これに対して次はスンミンに詰め寄ります。スンミンは危険を察知しスタンバイしますとすぐにパフォーマンスを始めようとします。スンミンの言うことを素直に聞くステイも、絶対に倍で返されるのを分かっていてもからかっちゃうスンミンも可愛すぎる。リノはステイが他のメンバーを呼ぶときはヨンボがイエナなどとあだ名なのに対して、自分の名前を呼ぶときに不満であるようで、なんで僕のことはイリノって呼ぶのと少しいじけたようにステイに問いかけます。続けて優しくリノやって呼ばないとと自分の呼び方についてお願いをします。ステイはすぐにリノやリノやと呼び、満足そうなリノ。普段自分の思っていることをあまり口に出さないリノですが、僕もみんなみたいに優しく呼んでほしいという願望があるだなんて可愛すぎます。お次はスキズの間でスジスマイルが大流行した話。スジスマイルとはミス A の元メンバーのスジが誘惑するときにするスマイルのことで、ちょっとだけ歯茎と前歯を出すことがポイントなんだとか。この表情が少しおバカっぽく見えて面白い要素もあるため、スキズの中で大流行。最初に見せたのはリノ。メンバーからいきなりスジスマイルをされたようで、リノがこのスマイルの意味を知らずに、それなんだよと言うと、これ知らないの、スジ先輩の誘惑する技だよと突っ込まれたんだそう。なんとリノはライブ配信中にやってみようかと自らスジスマイルに挑戦してくれたのです。スジスマイルの説明をしながら挑戦するリノが可愛すぎます。そこからスキズのスジスマイルが流行し、ライブ配信中にステイからスジスマイルやってとお願いされることが多くなりました。ヒョンジンは画面に向かって何度も挑戦しますが、明らかに違うスジスマイルでステイからもさすがパボラチャ隊長と突っ込まれていました。そしてヒョンジンよりも激ヤバなスジスマイルがなんとマンネのアイエン。ライブ配信中にスジスマイルをお願いされ挑戦するのですが、ただただ変顔をしているようにしか見えず、これにはステイも大爆笑。アイエンも思わず自分の顔に笑っていました。ハンとピリは慣れないながらも挑戦してくれる姿が可愛すぎます。ステイからのお願いならと、キラキラなアイドル像が崩れようとトライしてくれるスキズなのでした。皆さんはスキズにどんなお願いをしてみたいですか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。